残念なお知らせがありましたね。残念な我々の味方だったケンケンさんが、はい、ついに、はい、あ、すいません、いいっす、あ、俺好きなタイプ、うん、うわ、うまっ、これうまい、あれなんかこれ美味しいな、マジでうまいっすね、うん、いやいや、ようやくこれが飲める立ち位置来ましたよ立ち位置いやいや、もう震えて、もうビールも飲めない、あの、僕なんてほんまに上京して17年目なんですけど、はい、やっとソファー買いましたもん。まあでもね、マジでそういうの分かりますよ。分かります、分かる分かる、怖いから買えないですよね。なんか今でも、はい、絶対ラーメン屋で大盛り無料だったら大盛り頼んじゃうんですよ。マジっすか。絶対食べたくないのにあー、絶対食いたくないけど、その、そう、もう、お得感で。そう、もう、そう、ああ、はい。損しちゃうじゃん、みたいな。で、替え玉も1個無料、2玉無料のとことかたまにあるじゃないですか。あ、はい、はい。2玉はいらんってのでもこれだ、頼まなきゃな、と思って。マジっすか最近はでも、うん、本当になんか、はい。まあ、おかげさまで、はい、本当に、まあ、貧乏ではなくなってきたっていうか、豆腐とかを、はい、激安じゃないやつに変えたんですよ、最近。昔は絶対一番安いやつ買ってたのを100円台のやつ、これ贅沢じゃないですか。100円台の豆腐はね、うん、震えて買えないですね。いや、そうでしょ、はい、西尾さんぐらいはまだ買えないんですけど俺買えないですもん。だって俺48円ぐらいで、あ、でもね、俺の近所にいいスーパーあるんですよ。あ、いいスーパーね。あの中野ありそうだもんな。ちょっとワンランク上ぐらい、はい、そこで俺いつもいい時間狙って、はいはいはい、安いのばっかり買い漁って、多分あれ、スーパーのレジの人が、あの、俺のことは知らない体で、あの、なんですか、別にその、ギター弾いてるとかじゃなくて、普通の客として、金持ってる人として接してくれる。で、でも、内心、あれ、こいつ、なんか、割引しか買ってないなとは、思われてるんじゃないのかと思って、生きてはいます。まあでも、それは買ってもらった方がいいからね、店側としても。うん、いや、でもそれで、はい、豆腐のランクやっぱ上げると、はい、豆腐めっちゃうまくなるんですよ。あ、それあれですよ。贅沢病になってくる。そう、だからプレイテックだったのを、うん、なんかフェンジャパぐらいにしたら、はいはい、やっぱりもう戻れないな、みたいな。前まではもう散々それを褒めてて、それ以上の品質のものをケチョンケチョンに言ってたのにもかかわらず、だんだんそこに侵食されていくという。ちょっと、あの、視聴者離れますよ、それ。いや、で、ある時に、はい、あの、400円ぐらいする、豆腐が半額になったんですよ、うん。めっちゃいいやつじゃないですか。そう、でも、200円だろ、はい、今の俺ならいけると思って、はい、買ったら、はい、死ぬほどうまかったですよ。マジで、それどうやって食うんですか？醤油とか。あ、もう何もつけなくていいです、もう。うまいから。あー、味があるんですよね。そう。あの、48円とか、30円ぐらいの豆腐って。あれはマジで、もう周りでエフェクターなんとかしてる。あの、味ないんですよね。そうそうそう。いや、でもなんかその、ちょっとずつね、贅沢になっちゃっていくっていうのは、うん、まあでも頑張ってるからそれぐらい買わさせてくださいよね。まあ、こんだけ頑張ってきて、40ですよ、もう。43ですよ、俺も。そろそろ。そうっすね。楽させてくださいよ。豆腐くらいいいですか確かに。豆腐くらいいいじゃないですか、みたいな。豆腐くらい200円くらいなんですか。確かに、確かに。もう、残念なお知らせがありましたね。残念なお知らせ。我々の味方だった、ケンケンさんが、はい、ついに、ヴィンテージギターを買われたって。ヴィンテージギター自体は俺結構持ってるんですよ。あ、マジですか？あの、古いギター自体は。それ、今回買われたやつは、過去最高金額を置いてたんですか？そうそう、だからもう圧倒的に、金額が高いです。うん、まあ俺も小川さんに聞いてましたけど、はい、ざっくりいくらぐらいなんですかね？田舎で、はあ、俺あの、400坪の、うん、古民家持ってたんですよ。それは、親の、あれとかなんですか？いや、あの、俺が遊びで買ってた。あの、え、昔ってことですか？そうそう、昔古民家暮らしとかしたいな、みたいな。マジっすか？家とか自分でいじったりとかして。え、住んでたんですか、昔？あ、住んでました、もし。あ、それも売り払ったと。それが、あの、まあ、もう全然使ってないから、もう、こっち出てきちゃって。もう、売りに出してたんですよね。何年もか。それはやっと売れて、割とまとまった金が、
入ってきて、まとまった金っていうワードがいいっすね。ボンド入って、はい、入ってきた時にこれで豆腐ね何万豆腐何個買えるんですか。何万丁買える。だから方向性としてはその金を全部豆腐につぎ込んでみんなに配るか、それを買うかの二択ですよね。いやだって別に、はい、その俺はだからその、はい、もう買った方がおもろいだろうと。いやまあまあまあそれはそうですよね、うん、確かに。まあそれ例えばなんか、うん、なんかなんつったらいいんだろうな、まあ20万円10万円のギターを何十本買うより、うん、それ買った方がこれもろくないみたいな、うん、確かに確かに。まあ話題にもなりますからね。そう確かにと思って買ったら、うん、えそういうギターは買わないんじゃなかったんですかみたいなのが結構言われて、ああいや別にいいだろうみたいな。確かにあのどっちの気持ちも分かりますね。そうそれで今日あるんですか。ありますよ。見ちゃっていいんですか。いいっすよ。俺のあの YouTube の再生回数にすいません貢献していただいて。いやいやいや本邦発…あ、本邦…え、もう公開されてるんですよ。いや、なんかそのそのギターの扱いがその何百万の感じがしないんですけど。もうポイって掛けてあるからそこで。多分みんな見えてないですけど、あのケースとかに入ってなかったですよ、ね、お前。うーわ、ちょっと。いやー、これも酒のあてには最高ですよ。何年製なんですか。59年ですね。59年、はい、うーわ、わなんかかっこよくないですか。いや、かっこいいっすよ。ねえ。いくらすると思ってんすか、これ。いくらなんですか。だから家を、はい、たお金です、マジで。罰金を入れときますね、じゃあ。特別。これ、ね。それを今回、私のチャンネルに登場させていただけるってことで。ちょっと今日ね、アームつけたところなんですよね、さっき。これをなんとね、西尾智也、2ヶ月貸していただけるってことで。まあ、全然いいけど。いや、俺、めっちゃ借りたいんですけど、借りたくないっすわ。持って帰る。めっちゃ怖くないっすか。なんかなった時に俺、買うことできないっすからね。そうそう、本当にね。え、鳴らしてもいいっすか。いや、もうね、やっぱ生音も映してんでね、やっぱいいっすよ。え、ちょっと、じゃあ、ちょっと、な、あわこれ、使えるタイプのあれっすね。いや、これいいっすよね。あの、ヴィンテージを持った瞬間に、はい、ああちょっと使えないなみたいなやつあります。ああ、やっぱそれメンテナンスしてないやつ、ね、ネックの感じとか。 あこれメンテしたんですか。これはまあそれなりに。そりゃそうっすよね。それはこれをどこだと思ってんのお前ら。これってどこら辺が全部オリジナルなんですか。これはかなりオリジナルですね。まあフレットは書いてあるけど。客っすよ。現金で今買うんで100万にならないですか。豆腐100万丁なの。やっぱ新品のギターで絶対この音出ないですよね。絶対出ないっすよ。絶対出ないっすよね。なんかあのたまにあのうわーなんかヴィンテージみたいな音するなってあるじゃないですか、うん、で認識してて、弾いたら、やっぱ違った。やっぱ出ねえなと思いますよね。そこそこはいいんすよね。確かに。なんか、でも、その感じ、あのイメージしてるヴィンテージ感もあるんですけど、なんかもっと違うとこありますね。いや、やっぱ元気っすね、なんか。ね、そうっすね。すごい元気だ。あーやっぱ用途するな。
これリアル、あの俺結構お世辞抜きにめっちゃいいっすね。だってこんな間がめちゃくちゃ持ちますよ。確かに確かに。あれがいいっすね。ネックのなんかこう感触っていうか、やっぱフレットとかちゃんとあれなんですね。そうですね。フレットの仕上がりとかは。あの全くないやつあります。オリジナルのやつって。あれはね、よくないっすよ。俺もなんかやっぱあれ、あんまりっすね。なんか低すぎてもう。そうそう、低すぎてなんかもうちょっと弾けないみたいな。かっこいいな、でもとりあえず。なんか変わってるんですよね、ちょっとなんか黒が薄いっていうか。え、オリジナルですか、ここも。多分これ以外はオリジナルじゃないかな。変わってそう。この、ここかっこいいっすね。そこか。例えば、今、そこら辺に売られてるフェンダーの、アメリカンなんとかとかあるじゃないですか。はい、100年経ったら、こういう扱いになる。絶対ならない。絶対ならない。いや、だから、そう思ってる人もいるんじゃないのかなと思って。絶対ならない。もう素材が違いすぎるもん。あ、そっか。そっか、確かにね。そうそうそう。やっぱりいい素材でやってるっていうか、いいっていうか、もうその当時はそれが普通なのかもしれないですかね。そう、だけどやっぱその、楽器用にストックしてあった材を使ってるからね。ああ、そっか。この時代は。うん。で、だんだんやっぱ工業製品化されて。ああ、だからコスト下げてみたいな。そうそうそう。やっぱ乾燥時間も短いし。確かに。やっぱそれには勝てないですかね。そっか。じゃあ一回そんな感じで。ありがとうございました。雑。